はい、皆さんこんにちは。始まりのプロダクトの時間がやってまいりました。だいぶとね、春が近づいて暖かくなってきました。今日もね、いろんなプロダクトを持ってきたので、楽しんでやっていきたいと思います。さあ、私はね、この始まりのプロダクトを、進行していく、チャイルドケモハウスアートディレクターのおほかなこです。どうぞよろしくお願いします。そして、いつも私のその授業をアシスタントしてくれてくる、ひらめきんくんです。ね、いつも元気にサポートしてくれます。名前ね、覚えてあげてください。さあ、では、早速ね、今日も盛りだくさんなので、一つ目のプロダクトに行きたいと思います。一つ目は、失礼しました。BGM をね、探すのに時間がかかりました。一つ目のは、デザイン選挙です。さあ、デザイン選挙、ね、やったことがある人もない人もいると思いますが、ね、ちょっとね、説明したいと思います。デザインっていうのは、いろんなもののデザインの集まり。ちょっとね、考えてもらえるとよりデザインを考えやすくなるんじゃないかなと思います。例えば時計だったらフレームがあったり、バンドですよね、があったり文字盤針があって、そのそれぞれのデザインが一つになって、デザインね構成されてます。なので、みんなで一番いいと思われるのデザインの多数決ですね、難しいといえば選挙ね、選んでそれを選んで重ねるとなんとこんな素敵なデザインが出来上がるということですね。みんなの力を合わせて、一つのデザインを作ろうというプロダクトになっています。さあ今日もね、デザインいつもねお願いしますというふうにこういう手紙をいただくんですね。さあちょっとね手紙を読んでみたいと思います。さあじゃあ誰からの手紙でしょうか。始まりのプロダクトの皆さん、この度ひらめきテクノロジーではインコ型つもりロボットトリエモンを開発しました。なんかちょっと怪しい名前ですけどトリエモン。そこで、皆さんには買いたくなるようなデザインを提案してほしいと、どうぞよろしくお願いしますね。所長から直々のお手紙をいただきました。ということで、今日もみんなで一つねデザインをやっていきたいと思います。さあ、本日のデザイン選挙、ギタギットを狙え、インコ型ロボットでーす。さあ、どんなデザインができるのか、皆さんで一つずつ選んでいきましょう。まず、一つ目ですね。一つ目、胴体、ね。黄色くなっている部分になります。どんな胴体にするのかを選んでいきたいと思います。一つ目が、赤色の水玉。一つ目が黒ね、よーく見ると黒と本当に濃い黒の水玉になっています。そして三つ目が水色のストライプ横縞ですね。三つ目が、紫かな、の色になっています。さあどれがいいかみんなで選んでいきたいと思います。さあ選挙にはこうやってね選択肢が出ますので、自分がいいなと思った、ボタンを押してください。ね、いろんな結果ね、選挙次第で結果どんどん変わっていきますので、どんどん選んでみてください、ね、一人で見てるとかね、そうやって見てるとかいろいろあると思いますが、さあ好きなものを選んでみてください。ということで、今回みんな選び終わったみたいなので、一番ですね、一番の赤色の水玉の胴体を選んでいきたいと思います。さあ続きまして、じゃん、胴体にね、尻尾の部分になります。さあさっきの胴体のことも考えて、次のね、選択肢を選んでみてください。1つ目がピンク、2つ目が緑色のボーダー、そして、3つ目が黒のボーダー、4つ目が黄色になっています。尻尾の部分ですね、どれがいいかを選んでみてください。
ットが開発されて、ついにはね、電話にもなるみたいですね。ね、いつかは猫型ロボットもできたらいいなって思ってますが、さあみんな選んでくれてますかね。さあ、どれになるのか。皆さん選び終わりましたかね。はい、ということで、今回は3番の黒のボーダーのデザインを選んでいきたいと思います。さあ、完成にね、一歩ずつ近づいてきました。続きまして選んでもらうのが羽ですね。さあ、羽はどんなデザインをするのかを決めていきましょう。1つ目が黒、2つ目が緑、3つ目が青、そして4つ目が黄色になっています。さあ、どんどん選んでみてください。ね、1つ目2つ目の選ばれたものっていうものをね、頭に描きながら、頭に、デザイン画をね、描きながらやっていくと、よりいいデザインになるかなと思います。さあ皆さん選び終わりましたかね。はい、ということで今回選ばれたのは1番ですね。1番の黒い羽を選んでいきたいと思います。さあ、ね、デザイン選挙のパーツとしては、最後の一つになりました。結構ね、一番重要な部分かもしれません。顔ですね。顔を選んでいきたいと思います。ね、まあ、色も違いますけど、少しずつね、顔の表情も違う、この4種類のデザインから選んでほしいなと思います。1つ目がピンク色、2つ目がグレー、そして、3つ目が青色、4つ目が黄色のね、顔になっています。さあ、どの顔がいいかな？選んでみてください。ね、顔で本当、性格とかも変わってきそうですもんね。さあ皆さんどうですかね。選んでくれてますかね。はい、ということで、今回選ばれたのは4番ですね。4番の黄色のちょっと眠そうなね、お顔のものを選んでいきたいと思います。さあ、ということで1個目のデザインが出来上がりました、お披露目といきたいと思います。じゃん、どうですか。結構、なんだろう、すごくかっこいいですね。おしゃれすぎるはい、こういう感じのね、インコで着てきました。ということで、クライアントには、あと2つ、ね、デザインを提案してあげてね、より多くのデザイン提案をしてあげたいと思います。それでは、どんどん行きましょう。2回目の、デザイン提案ですね。行きたいと思います。になってますので、次どうしたいか、ね、もちろん同じものでも構いません。選んでみてください。さあ、さっきとね、違うものが選ばれても同じものでも全然ね、雰囲気が違うと思いますので、考えながら選んでみてください。はい、ということで、みんな選び終わりましたかね。はい、ということで、3番の青色の、水色のボーダーの、胴体を選んでいきたいと思います。続きまして、胴体にですね、尻尾の部分、どれにしたいかを選んでいってください。
さ、ね、どんなデザインがいいか、選択肢全然ね、デザイン変わっていくのが、さっきまで分かったと思います。さあ、どんどんみんな選んでくれましたかね。ということで、2回目、もう3番の黒ボーダーの、尻尾ですね、選んでいきたいと思います。さあ、続きまして羽ですね。さあ、1個目はどんな選んだかなっていうのを覚えてるかな、似合う羽を選んであげてください。形のロボットがね、あったら嬉しいかな。そういうのもね、考えながらやってもらえると嬉しいなと思います。さあ、どんどん選ばれてますね。さあ、いい勝負をしてますね。はい、ということで、みんな選び終わりましたかね。はい、締め切りたいと思います。ということで、羽は3番の青色の羽を選んでいきたいと思います。さあ、2つ目ね、多分ロボットの性格がこれで決まるだろう顔ですね、選んでいきたいと思います。一応あの商品名はトリエモンという名前がついてますが、多分ね、それぞれ購入したらそれぞれの名前をつけると思いますが、みんなだとどんな名前つけたいですかね。ピーちゃんとかなんか可愛い名前がいいかな。さあ、皆さん選び終わったかな。3番かな。はい、ちょっと選択肢を消しますね。はい、ということで、今回3番の、青色の顔をね、選んでいきたいと思います。ね、なかなかあのいい投票ですね、今日は並ぶのが多いですが。さあ、ということで、2個目のデザイン出来上がってきました。お披露目といきたいと思います。じゃん。ちょっとね、全然さっきとは雰囲気が変わってるんじゃないでしょうか。なんかブルーがね、幸せなオートみたいな感じではい、すごい可愛い ねデザインできてます。さあ、いよいよ3回目に入っていきたいと思いますね。1体目、2体目もすごく良かったですが、それをよりね、良くするようなデザインね、考えれたらいいなと思いますので、最後のね、デザイン、みんなで頑張っていきましょう。それではラスト、ね、デザイン選挙いきたいと思います。さあ、もうね、選択肢も覚えちゃってるぐらいかもしれません。この4つから胴体、その位置をね、選んでみてください。今回は紫色の胴体を選んでいきたいと思います。さあね、一回も選ばれてないこのね、胴体どんなデザインになっていくんでしょうか。さあ、すみません、胴体その2ですね、選んでみてください。さあ、どんなね、最後のね、3つ目のデザインになるのか。
詞が間違ってますね。ごめんなさい。ちょっともう一回選挙し直しますね。選択肢が間違っていたので、もう一度、いきたいと思います。これかな？はい。いきます。ピンク、緑ボーダー、そして黒ボーダー、黄色、この4つになってます。もう一度選んでみてください。ね、写真と違うかったらね、こんなっちゃいますよね。さあ、皆さん選んでみてください。はい、どうかな、みんな選び終わったかな。はい、ということで、4番目の黄色ですね、黄色の胴体を、合わせていきたいと思います。さあ、続きまして羽ですね、羽のデザイン、どれがいいかを選んでみてください。黒色、緑色、青色、黄色、この羽になっています。ね、ちょっと羽の質感はデザインに入ってますけど、多分きっと硬いんでしょうねさあ、どの、色の羽が、あるといいかね、選んでみてください。はい、ということで皆さん選び終わりましたかね。ということで、黄色の、羽をつけていきたいと思います。さあ、続きまして今日のデザイン選挙の最後の選挙ですね、どの顔ね、どの顔の、トリエモンにしたいかを選んでみてください。1番目ピンク、2番目グレー、3つ目青、そして4つ目が黄色の顔になっています。さあ、どの顔がいいかを選んでみてくださいね。はい、皆さん選び終わりましたかね。はい、ということで2番のグレーですね、ちょっと眠そうな、いや優しそうな顔の、を選んでみたいと思います。それでは出来上がりましたのでお披露目としたいと思います。よっ、じゃん、ちょっと可愛いですね。なんかちょっと大人っぽくもですね。さあ、どうですか？なかなか可愛いデザインができたんじゃないでしょうか。ということで、ここからがね、一番のデザイン選挙のヤバ場ですね、デザイン選挙の選挙をやっていきたいと思います。選挙の選挙をやっていきたいと思います。さあ、今日ね、3つ素敵なデザインができましたので、まずはそれをね、見たいと思います。じゃん、いい感じですか、ね、どれも素敵なデザインだと思いますが、この中でね、みんなが一番いいなと思う、デザインを最後に選んでみたいと思います。それでは皆さん選んでみてください。じゃあ、ね、どんな動きをするんでしょうか。はい、皆さん選びましたかね。はい、ね、まあ、今回は2番のデザインが一番ちょっと人気が高かったみたいなので、せっかくなのでね、ちょっとね、試運転をしてみたいと思います。さあ、うまくいくでしょうかね結構リハーサルでは苦戦しましたが、さあ、ちょっとね、手乗り型、ロボットトリエモンちょっと起動したいと思います。どうですか
感じです。なかなか軽やかに動いてくれるんじゃないですか。ちょっとなんか餌とかもね、こう感じです。動きがちょっと地味かな。ガルッとちょっと続いてくれてるのね。こんな感じでコミュニケーションを取れる、鳥型ロボットです。多分もうちょっとね改良されれば動いて喋ったりしてくれるんじゃないかなと思います。はい、これは大ヒット間違いなしじゃないでしょうか。ということで今日の、デザイン選挙大成功です。さあうまくいったところで続きまして、さあ今日2個目のねプロダクト、さあこのテーマソングはこれですね、ひらめきパークアトラクション研究所でーす。さあひらめきパークね、行ったことある人もいるかもしれませんが、ちょっとね、紹介を。こんにちは、僕はひらめきパークのイメージキャラクターのひらりでーす、ね、ひらめきパーク略してメキッパーですね。上を略さないように言ってます。はい。で、この研究所では、いつか多分オープンするひらめきパークの、アトラクションを体験することができますよ、と。ね、まだオープンしてないですけど、その前にみんなで遊んで、このアトラクション、楽しいかどうかを、試す研究所になってます。さあ、これが、ひらめきパークのマル秘マップとなっています。さあ、今日はこの3つのアトラクションが試せるようですよ。皆さんで選んでみてください。さあ、1つ目はメルヘンポーカー。そして2つ目、こんにちはエイリアン。そして3つ目はジャンケンクルーズとなっています。お、さっきの選挙で明日の可愛いと言ってくれてますね。ありがとうございます。さあ、ね、まあ名前だけでどれがいいかっていうのをね選んでくれたらいいかなと思います。ね、ダイナマイトを解除したらやったことある人いるかもしれませんが、今日はちょっとね調整中となっています。さあ皆さん選べましたかね。さあということで、1番のメルヘンポーカーかな。お、皆さんお目が高い、これは初登場のアトラクションとなっています。さあ、そこに行きたいと思います。じゃん。メルヘンポーカーですが、まずはね、皆さんにどのコースに行くかを選んでもらいたいと思います。さあ、1番目がかぐや姫コース、2番目が桃太郎コース、そして3つ目が浦島太郎コースとなっています。一体どんな内容かっていうのはこの後、説明していきたいと思うので、まずはどのコースね、今日は行くかという感じになっています。これはね、みんなで一つのものを選んで、みんなでね、同じ数のね、ひらめきギフトカードね、後でちょっと楽しいことが待っているギフトカードをゲットするというアトラクションやってますね。さあ皆さんどれがいいですかね。さあ、ということで、桃太郎コースね、一番票が集まった桃太郎コースで、今回は行きたいと思います。さあじゃあメルヘンポーカーこんな感じになっています。今からですね、このね、1,2,3 のカードね、それぞれ扉があります。それを選んでもらいます。皆さん桃から生まれたって書いてますけど、桃太郎コースを選んでるので、この桃のマークのね、カードを引けば、ね、それぞれ順番に引いて桃が出続ければ、きちんと桃太郎の話が成立するんですが、まあ、違うものを引いてしまうとね、ちょっと話がどんどん変わってくるという、そういうポーカーになっています。じゃあ一つ、ペアが生まれたら1枚。2ペアで2枚、次ペアで、3枚のギフトカードがゲットできるので、なるべくね、桃太郎の話そのままになるように頑張ってください。それでは、皆さんで、1つ目のカード、どこの扉を開くかを選んでいきましょう。さあね、無事に桃太郎、
みんなの知ってる桃太郎になるのかを選んでみてください。さあ、どこの扉を開くかですね。はい、ということで、3番が多くね、集まりましたので、この3番の扉開いてみたいと思います。じゃん残念、これは、浦島太郎カードですね。まずは桃から生まれ竜宮城に行き、なかなかもうでもまあ話としては悪くないと思いますね。なので、2枚目のカードでどれだけ桃太郎に戻せるかを頑張りましょう。さあ、1,2,3 の扉どれがいいかを選んでみてください。すごいですね、桃から生まれたのにまた水の中に戻るみたいな斬新な話かもしれません。さあ、どの、扉開くかを選んでみてください。どうですかね。逆に全然違う話をね、作るっていうのはちょっとこう、ね、面白いかもしれないですね。まあギフトカードがゲットできないんですけどね。さあ皆さんどれに行きますかね。はい、ということで、今回2番ですね。2番が多く集まったので2番の扉をつけてみたいと思います。じゃ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 ん。お、見事桃カードね、桃太郎の話戻りましたね。多分竜宮城に鬼がいたんですね身の中の、水中戦ですね。ということで3つ目ね、ワンペア生まれてるんで、2ペアを狙って3つ目の扉どれを開くと選んで見てみましょう。すごいですね、桃太郎無敵ですね。海の中も行けちゃうっていうね。なんかまるで新しい動画をね、生んでるようなアトラクションになっています。さあ皆さん、選び終わりましたかね。はい、ということで1番の、扉を今回は選んでいきたいと思います。じゃん、お、すごい、よいしょ、見事モモカードじゃないですか。お、ということで、生まれて竜宮城に行って鬼を退治して宝をゲットということで、2ペアですね、見事揃ったのでひらめきギフトカード2枚ゲットです。ね、最後すごい持ち直しますね。しかも、ちゃんと話が成立してるというね。はい。という、メルヘンポーカーでした。ね、いろんな話でね、多分、どんどんリニューアルできるアトラクションなので、どんどんね、これからも変えていきたいと思います。さあ、ということで、もう一個できるかな。さあ、ということで、ね、今日はもう一個ね、アトラクション試したいと思います。さあ、どのアトラクションがいいかを選んでみてください。もちろんね、もう一回やりたい人はね、同じものを押してくれていいですし、違うものを試したい人はね、違うものを選んでみてください。お、やっぱ違うものを試した人が多いかな？さあ、みんな選び終わったかな？はい、ということで、2個目は、こんにちはエイリアンに、行ってみたいと思います。さあ、こんにちはエイリアン。は、これかな？よいしょ。はい、こんにちはエイリアンですね。こんにちはエイリアン、こんな感じになってます。まずね、1の扉の、宇宙人、ね、誰がいるかを、もうちょっと出てきそうでした、生きるようにので。選んでもらって、その時に、2の扉。ね、同じエイリアン同士を当てれば、ゲットできるということですね。一発でクリアしたら3枚、2枚目でクリアしたら、2枚、3枚目でクリアしたら1枚ということで、早く、クリアすればするほど、ひらめきカードもらえると
ということで。それでは、まずね、意思の方の扉、どこに、どこのエリアにするかを選んでみたいと思います。さあ、皆さん選んでみてください。お、ヒントが。エイリアンが元気すぎますね。さあ皆さん選び終わったかな。ということで一番ですね、一番の扉を選んでみたいと思います。はい、ということでちょっとね、上だけを選びました。じゃん、お、この青色の細長エイリアンですね。じゃあこの彼と同じエイリアンを下の扉から選んでみたいと思います。さあちょっとね、はみ出ないようにちょっと調整をして、はい、これですね。じゃあ次、2位の扉どれを選ぶかを選んでみてください。さあどこに彼と同じエイリアンがいるかを選んでみてください。2つ OK いけるでしょうか。さあ、皆さん選んでますね。はい、ということで、3番の扉が一番多そうなので、3番選んでいきたいと思います。いきますよ。あれ、すごいみんな、こう見えてた。ということで、一発クリアです。すごい。ということで、3枚の、ギフトカードを贈呈したいと思います。さあ、今日は、ということで、5枚の、ね、ギフトカード、ゲットできていますよ。じゃあ、この後、ね、お楽しみはここからです。そのギフトカードを、どこで使うかですよね。買い物できる場所は、この2個になっています。1つ目は、つもりレストランですね。そしてもう一つは、つもり、デパートになっています。さあ、どっちにするかを選んでください。1番がつもりデパート、2番がつもりレストランになっています。さあ、どこで、ギフト券5枚を使いたいかを選んでください。時間があったらね、どっちもあるっていうのもあるんですけどね、時間がもうないので、どっちか一つにしましょう。ということで、皆さん使いたいのは、つもりデパートのようですね。さあ、じゃあ、つもりデパートに行ってみたいと思いまーす。さあ、つもりデパートは、こっちかな？はい、勝ったつもりということで、皆さん5枚あるので、好きなもの、買ってみてください。ね、もしかしてね、前回のやつが残ってる人は、それを足して、5枚以上のものを買えるかもしれませんが、ね。左消しゴムからフィギュアになってますよ。絵が一緒っていうね。質が違うのね、好きなものを選んでみてください。お、皆さん2回目ですね。次に残す作戦か。はい、皆さん、買ったつもりになってますかね。キャンディーが人気ですね。あれ、ヒラリーウォッチ変えてる人がいる。あれ、そんなにもう貯めてる人がいるのかな。はい。ね、私もヒラリーウォッチ欲しいなと思って、まあ、ここで働いてるんで、いっぱいギフト券もあるので、じゃーん。一応ゲットしてるんですよ。いい感じでしょ。ということで、皆さん買ったつもりになってくれたら嬉しいなと思います。さあ、今日は、これにて閉園です。ね、また一緒に遊びに行けたらなと思います。さあ、あっという間にね、時間が過ぎてしまいました。ということで、今日のプロダクトはここまでとなります。
ね、たくさんのデザイン、そしてプロダクトをやっていきました。どうでしたか？この、あとね、3分間ほどチャットが書き込めるようになってますので、よかったら書き込んでください。さあ、ね、今日のプロダクトはここまでです。お送りしたのは、チャイズケムハウス、アートディレクターの大岡奈子と、ひらめきん、そして、受けてくれたみんなでした。よく頑張りました。それではまた明日にお会いしましょう。さようなら。